皆さんどうも、世界の脳器チャンネル霊夢です。バーチャル脳科のマリサだぜ。なあなあ聞いてくれよ霊夢、ビッグニュースなんだぜ。ふむふむ、これは大事ね。まだ何も言ってないんだぜ。それで、無人トラクターがどうしたって？だからまだ何もってどうしてわかったんだ。いやだってサムネイルとタイトルですよねー。ということで、私も少し調べてきたわ。それは助かるんだぜ。じゃあ前半は霊夢に任せるぜ。ご紹介に預かりました霊夢です。そこからかよ。茶番はこのくらいにして、私からは無人トラクターの概要的な話をざっくり紹介するよ。そして後半には、年内にも発売予定の、完全自立型トラクターに関する話をマリサにしてもらうわ。そういうことでよろしくだぜ。それじゃあ早速。自動車業界では自動運転なんてワードがもてはやされて久しいけど、脳器業界でもトレンドは同じなのよね。そんなわけで脳器メーカー大手各社は、無人トラクターの開発に尽力してるわ。特に世界三大メーカーであるジョンディア、クボタ、CNH ではそれぞれがコンセプトモデルとしてオートノマストラクターの名目で、運転席のないトラクターを発表してたりするわね。キャビンがなくなるだけでトラクターの印象って随分変わるもんだよな。これらはあくまでコンセプトモデルということで、発売時期や価格は未定となっているけど、近い将来実用化されそうなくらいには形になってることを感じるわね。次世代脳器といえば以前取り上げたネクスアットは、監視用のキャビンがあったけど、無人トラクターはどうやって監視するんだ？無人トラクターの監視は、タブレットやパソコン端末による監視が想定されているわね。事前のマッピングは必要だけど、一台の端末で複数のトラクターを動かすこともできるわ。一人で複数の機械を動かせるのが、現行脳器やネクスアットとの大きな違いだな。しかしやっぱり完全ではないだろうし、自動では対応できない場面で運転席がないというのは不便になるんじゃないか？そういうこともあるだろうね。ただ最初にも言った通り、これはコンセプトモデルだし、難しいのは自動化の技術であって、そこにキャビンをつけるくらいのことは簡単にできるでしょうね。それなら必要に応じて完全無人モデルとキャビン付属モデルを選べるような形に落ち着きそうだな。無人トラクターと銘打って表に出すなら、キャビンがない方がインパクトもあって見栄えするからね。実際開発の現場ではキャビンに人が乗っていないトラクターが動いてる様子が多く見られるわね。まあトラクターって、昔から人が乗ってなくても動くんだけどな。そうね、ただ動くのと、安全に適正に機能するってのは別物だけどね。ちなみに最近のトラクターは、座席に人が座ってないと止まるようになっているよ。人が座ってないと止まるトラクターと、人が座る場所さえないトラクター、相反する新技術がなんだか面白いんだぜ。それでその後者の方、無人でも安全かつ適正に動作するトラクターってのがこの度世界初で、2022年内に発売される予定なのよね。もしかしたら、個人的に無理やりそういう使い方をしている農家はいたかもしれないけどな。そういうのはノーカウントよ。その無人トラクターがジョンディアの 8R シリーズ。現行の有人モデルに無人化技術が搭載される形ということで、ここからはマリサの養分ね。はいよ。ここからはジョンディアマスターの私、マリサがお送りするんだぜ。マスター？公式の発表があったのは2022年が始まってすぐのこと。具体的な内容は、8R シリーズの完全自立型トラクターを、今年の後半には農家が利用できる生産体制にあるとの内容だぜ。そういうことなら、すでに今年も後半に入っているわね。まだ稼働前だから実際の使用感とかは語れないし、これから多くの課題も見えてくるだろうけど、実用化を業界一番乗りでぶつけてくるあたりはさすが世界最大手って感じだよな。
今回は 8R シリーズという超大型トラクターでの実用化だけど、今後一気に拡充されるかもしれないわね。補助作用という部分では、すでに半自動化されているけど、無人モデルと現行の有人モデルでは何が違うのかしら。無人モデルでは6対のステレオカメラで、全周囲の障害物検出と距離の計算を可能にしているんだぜ。それに GPS やジオフェンスといった技術と合わせて走行の判断をするようにプログラミングされているんだ。ジオフェンスってなんだ？ジオフェンスは GPS などの測位システム上で、仮想的に設定された境界線といった感じのもので、これで畑と道路といった土地の境界を認識できるってことね。ということらしいぜ。そして GPS 誘導システムの精度は5サイチインチ、約25ミリ未満とのこと。まあジョンディアではすでに枕地での自動制御とかも導入されているから、一つ一つの動作はほぼ自動化できてたんだけどな。それらの動作を連続的に自動処理できるシステムと、2地点間を安全に移動する技術というのが今まではなかったのよね。特に後者は人命にも関わる重大なところだし、乗用車でも苦労してるところだけど。そうだな。ある程度パターン化された状況なら対応できても、不測の事態というのはよくあることだぜ。完全自律型 8R トラクターでも、システムが革新的な判断をできない場合においては停止して監視者に警告するようになっているな。まあそのあたりは仕方ないことね。それでも基本的な一連のタスクにおいて、人間の介入を必要とせずに正確な作業をこなすトラクターは、まさに革命と言えるのかもしれないわね。最後に、今回無人トラクターの発表があったジョンディア 8R シリーズの現行、つまり有人の仕様をざっと紹介しておくんだぜ。ちなみに 8R シリーズはヤンマーでも取り扱っているわ。8R シリーズに搭載されているエンジンは、9リッターの6気筒ディーゼルエンジン、定格230から410馬力のモデルが用意されているぜ。グレードは高仕様を示す R のみで、6シリーズのような標準仕様、低仕様は用意されていないのね。8R シリーズには、クローラータイプの 8RT や 8RX という兄弟がいるけど、クローラータイプについては今回完全自律型に関する言及はされていないぜ。気になるお値段は、オプションなし230馬力で35万ドル、410馬力で56万ドル。ヤンマーが販売している日本仕様は280馬力が6300万、410馬力で7600万となっているわね。たけい、このクラスのトラクターを使うのうかって、日本に何件あるんだろうな。日本の畑で無人トラクターがうなる日は、まだ先になりそうね。それじゃあ今回はこの辺で、最後までお付き合いありがとうございました。